リポートです。子どもたちが登校するときに交通整理をしたり、外国大使が乗る馬車の警護に当たるなど、馬のおまわりさんとして知られるのが警視庁騎馬隊です。その騎馬隊に引退したサラブレッドが加わりました。騎馬隊の一員として一人前になるまでの道のりを武田記者が取材しました。警視庁騎馬隊に新たに加わったのは11歳、その名は早春です。昨日命名式が行われ、都内に住む児童が風を切り颯爽と走る優れた馬になってほしいという願いを込めて名付けました。早春、実は意外な実績を持つサラブレッドだったのです。ドリームガード7番手、外からリキッドノーズ、内はピスのパテック、さあ先頭は東証白子ゴールイン、6番の東証白子、見事人気に応えました。もともと東証白子という名前の競走馬で3億円を超える賞金を獲得する知る人ぞ知る名馬でした。競走馬から騎馬隊に転身した馬はこれまでもいましたが、東証白子は最も賞金を獲得し、競走馬を引退する時がやってきました。そして早春へ、警視庁の騎馬隊として次のスタート。どの馬よりも早く駆け抜けることが使命だった早春にとって、一人前になるための道のりは険しく厳しいものでした。ブラスバンドの音に慣れるため太鼓を鳴らして調教しますが、坂道を何度も何度も登ったり下ったり、また子供を乗せることもあるため、ぬいぐるみを使って訓練したり、見慣れない大きな水たまりには先輩の後を追えず後ずさり。おいと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 、今度頑張った頑張った、はい、これよ。そんな早春と二人三脚で試練に挑むのは騎手の金作博之さんです。足さばきとか動きとかまだまだ足りないところもあるんですけれども、やっぱそういうのも物覚えが多分他の馬よりもいいかなと思うんですね。教えたこともどんどんこれからも覚えていってくれるのではないかと思います。他の馬とのあうんの呼吸で挑む集団演技、レギュラーメンバーになれるのもあともう少しです。たくさんのお子さんたちにですね、馬に乗ってもらって、自分の家族や友達やそういったたくさんの命を大事にしてもらえたらなと、そういうふうに私は思っています。知る人ぞ知る競走馬から警視庁の騎馬隊へ、この春早春の新たなスタートが切られました。